さあ1位になったガールズはこうやってオープニング出れるっていうね、いいですね。そうですね、果たしてこういう姿をね、他のガールズはどういった目で見てるのかっていうのね、気になります、気になりますけどね。なんか聞きたいことありますか、原口さん、タイプ教えてください。ここで言うことじゃねえだろ。人々が寝静まる中、この番組は始まる。こんな時間だからこそ出演する情緒あるアイドルたちを優しく見送る男がいた。そう、ここはアイドルたちの始発駅。さあ、そういうことで今回のゲストを紹介したいと思います。高橋由依さんです。高橋由依です。よろしくお願いします。今週のゲストはタレントパチスロライターの高橋由依。アイドルグループ SDN48 の2期生として活動。卒業後はバラエティ番組やドラマ、舞台などマルチに活躍しています。はい、SDN を一回こうね活躍されてましたけども、アイドルが売れる秘訣っていうことをねちょっと教えていただきたいな、この人は。やっぱり明るく元気に、そして瞬時にこの現場で一番誰が偉いか見抜く。一番偉い方教えましょうか。はい、すいません、今回よろしくお願いします。はい、すいません。これが一番、この方が一番。え、原口さん。僕はもう芸は芸ですから。僕はこいつらより下ですからね。否定せよ、これ。今回の企画は何でしょうか。はい、今回の企画はこちら、はい、あの子よりは〇〇選手権。おー、まあ、今ここに9人のガールズがいますけども、まあ、きっとこう、なんて言うんでしょう、心の中ではですね、この子にはここは負けてないんだけどなとか、これは私この子より勝ってるなっていう部分があると思うんですよ。あるね。今回はですね、そんなあの子より私は〇〇勝ってるって思っている皆さんの本音をですね、はい、ちょっと暴いていこうかなと思っておりますよ。はい、本音大好き。ねえ、愛ある言葉で迷いを断ち切る電話占いマヒナの魂の先導者リサ先生が番組のご意見番を務めます。もうなんかこう一般的なイメージですけど、女子ってこう腹黒い人が多いっていうね、イメージあるんですよ。うちのガールズたちどうですか。真っ黒ですね。真っ黒でございます。ほら見てみ、手振った二人真っ黒やからな。夫婦とユキラは真っ黒やな。いい加減せよ。高橋ゆうちゃんどうですか、はい、その腹黒さ、はい、SDF のね、皆さんもあったんじゃないですか、やっぱどっかにシュシュと。真っ黒ですよ。大体じゃ女の子が集まっていいことないですよ。やっぱね。なんかあったんですか。いや、いろいろあります。メンバー内でこうなんか、こう私この子苦手だったんだよねっていう人はいたんですか。そんないっぱいいますよ。いっぱいの苦手とかありますよ。あ、そう、はい、怖いとか。それなのにこうグループでこうやってこれたっていうね、はい、うん、あんまりだから近寄らないですから、人が人数多いから。仕事以外にはあまりプライベート、全然プライベート合わなかったです。へえ、はい、でもパッて見てやっぱり分かりますよね、顔で。顔で分かる。黒そうなの。すごいね。分かりますパッと見。例えば高橋ゆいちゃん、じゃあみんな目つぶってください、はい、ちなみに誰、指さしてもらっていいですか。どの辺ですか。あ、動くとバレちゃうね。じゃあ、でも3人いますね。3人おるやろ。はい、3人います。おとと、はい、ああそうなんや、はい、ああやっぱりね、ここはでもやっぱりすごいですよね、みんな分かるぐらいの黒さ。黒さ、はい、わあ、目開けて、出ちゃってる、目開けて。おえー、誰やと思う、桃沢。誰が今言われてたと思う。え、あと全員、うん、正解。さあ、目をつぶってください。お題がありますんで、志村ちゃんも一応参加してください、はい、いきますよ、お題です。まずその
スーパーガールズ志村梨花より私はモテると思う。絶対目は開けないで挙手お願いします。どうぞ。はい、目を開けてください。これすごいですよ、ね、うん、いやあのね、これね、しっかり手を挙げてないのよ、はい、実は志村ちゃん、しっかり手を挙げてないんだけど、はい、1名だけ、そう、1名だけ下がった。誰よ、どうしたの。癖っていうんで、多分開けようと思ったんですね。笑ってごまかした。そう、笑ってごまかした。なんかこんな感じでした。なんかそう、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 本当に嵐を起こしてるみたいな。いましたよ、これはだから、あの、うん、皆さん応援を見て楽しんでさあ目をつぶってください。続いてのお題いきましょう。続いてのお題、見事1位に輝きました小林舞香より、私の方が結婚が早いと思う。手を挙げて、目はつぶる、はい、下ろす、はい、目開けて、あ、なるほど。前は何人ぐらいいたと思う。いや、全員開けたんじゃないですか、ね、なんとなく感じた。いや、もうみんなみんな上げてるって感じだった。だって今期逃してここにいるので、うん、みんなもチャンスが有り余ってるので。そうね。まあ前回より年は下やったっけ、みんな。前がいくつやったっけ？29でしょ。みんな下やもんな。うん、だから29までにはみんな結婚したい。いや、私結婚できると思ってるってことやもんね。そう。あげた人はね。はい。そう。で、マイカはもう毎回私以外全員あげてると。でもオンエアで確認します。オンエアで確認します。ちょっと。オンエアで。で、手を挙げたやつらが来月残ってないことを祈ってください。もちろん。お前ら黒いな。この後も。ガールズの本音が大爆発。今日はあなたを寝かせない番組、まだまだ続くよ。第62回マヨマガールズバトル開幕。生き残りをかけた現役アイドルのリアルサバイバル、参戦するのはこいつらだ。横浜中華街のお面スマイル、小林舞香。クソ真面目な不健康シンガー鬼塚真紀、読みにくい名字ナンバーワンクリミユキナ、頭脳明晰影薄アイドル伊藤真理、変態ドスケベコスプレイヤー前園ひな、近所で一番美少女上村風子、北の国の腹黒女王桃沢エリカ、バドミントンで奈良県3位になったことがあります竹村かな、勝利を手にするのは誰だ。詳細はマヨバカもしくはマシェバラホームページをチェック。ズバリ診断毎週占い、うちのガールズがすいません。さあ、このコーナーはですね、ガールズたちのお悩みをリサ先生にビシッと解決していただきます、はい、リサ先生、辛口のアドバイスよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それじゃあお悩み相談したい人。はい。ますね、いますね。わ、やべえやべえの俺目で入っちゃった。これやばくない？これやばくない？わ、やばい。毎晩悪夢を見てしまう。何があった
んだ。何これやばく、しかも毎晩よ。言っときましょう、これ。やったー、鑑定開始。本当に毎晩うなされて起きるんですよね。どういう夢を見るんですか、うん、一番これっていうのは、本当にあの巨大なカブトムシが交尾してる夢とかを見るんですよね。なんかありますか。まずなんで夢を見てしまうのかって言ったら、毎日何かに怯えて生きてるから。はあ、そうすると毎晩そういう悪夢に、うん、見てしまうっていうことが起きる。だからもう、その使うペンの色とかも全部出てる。真っ黒とか、はい、そういうもう、うん、中に心の色が出てる。やだ、でっかいカブトムシがっていうのは交尾をしてるのか、先生。それは欲求不満だと思いますね。そうなんですか。なんか夢占いみたいなので検索したんですけど、うん、あんま出てこなくて、うん、ちょっとぜひともって思ったんですけど。それは欲求不満なので、ね、いい男を見つけていただいて、はい、発情していただければいいです。待ってください、発情でしょ。本当ですか。本当のスーパーガールズになってる。悪夢、ね、を見てしまうっていうことは心 の、 闇なの で、 な、ね、はい、不安に思ってることとか、はい、まあ、そういうことは人間誰でも生きてればあると思うんだけれども、うん、それを日々一人の時間でもいいので吐き出したりしてたり紙に書いたりすると、半分は闇って減っていくので、またその字も何でもなんだけれども、洋服でも着るものでも、うん、明るい色。私暗い色ばっかりなんです。でしょ、だって心暗いもん。あ、やだ。気をつけていただければ、はい、まあ、見ないようになって、毎日毎日幸せな夢に変わるかなと思います。気をつけます、はい、ありがとうございました。さあ、ということで解決しました。宇佐先生、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、始まりました和食でいいような第15回目。ヒデさん、今回のお料理は何でしょうか。飲んだ後にさっぱり胃に優しい鯛茶漬け。鯛茶漬け、これできたらすごいですよ。え、簡単にできます。わー、楽しみ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。切らない鯛でいいんですか。そうそうそう、お刺身のほらスーパーとかで売ってるじゃないですか、はい、ちょっと厚めに切っても細く切っても自由です。このぐらいですか。これがほら、かけた時にちょっとプルリンっていうのがほら湯気でこう広がってくるのがちょっとおしゃれな感じ。もうなんかこじゃれたことやってんななんて彼氏にね、ちょっとかっこいいじゃないですか。そうですね、ちょっと店員さんにあげちゃおうなんてね。あ、いいですね。はい、やってみてくださいね。はい、これでこれ出てきたら彼氏びっくりしますよ。もうね、手放せないんですね。ね、狙ってんでしょ、それが。ね、それが目的なんじゃないですか、ね、それでまたちょっとイチャイチャしてる、ね、そうそうそう、それイチャイチャ重要ですからね。そうなんですね、じゃあ湧いてきたんで、はい、イチャイチャ重要。ちょっとひたひたになるまでね、ちょっと多めに入れてあげると、ほら、まあ、お吸い物なんでね。わあ、あ、綺麗じゃない、いいじゃない。わあ、美味しそう。ね、美味しそう、美味しそう。じゃじゃじゃ。わあ、綺麗だ、今日。これちょっと感動するでしょ。これは感動しますね。このお出汁ですね。お出汁。最高。飲んだ締めに最高じゃないですか。最高ですよ。牡蠣も入ってこれで500円？めっちゃ安い。シマウマフックの MG ネムズミさんの植毛手術前の VTR をお送りいたします、はいはい、それでは VTR どうぞ。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみです。夜眠れなかったです。でこの1週間ぐらいずっと髪生える夢見てたんで。神聖な場所やから失礼します。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらお願いします。よし、デッパもハゲも直してくるわ。いや、デッパは直らんやろ。本日手術を担当します坂本です。よろしくお願いします。お願いします、はい。植毛手術受けてみて。いや、でも6時間かかる手術だったんですよ、うん、そうなんです。麻酔で
うん、痛みは感じないなりにもずっと作業されてるのを意識があるんですよ、うん、もう起きてるんで、うん、だからその緊張感の記憶が今めちゃくちゃありますね。手術っていうと、はい、事前にこう髪の毛とか刈ったりするじゃないですか、はい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 、そういうのはせず、ここのみ、ここのみ、ここのみでもうこれも完全に隠せるんで、うん、もう普段の生活でも誰からも気づかれずですね、うん、あ、そうですよね、はい、全然わかんないです、リックって、うん、そうですね、わかんない。髪の毛生えてきてる感じしますか？最初よりはこれでも伸びてきてはいるんですよ。伸びるんだ。そうなんです。なんでまだこの仲間って感じはしないですけど、すごい、でもやがて伸びるんだなっていうのはすごい日々感じますね。そうだな、はい、もう新1年生が入学してきたからそうやもんな、はい、6年生が卒業して1年生がということで、番組ではこれからワンクール、うん、シマウマフックさんのレギュラーコーナーが始まります。やった。はい、皆さんぜひお楽しみに。よろしくお願いします。よそ見ちゃいや、マヨバカまだまだ続くよ。さあ行きましょう。続いて目をつぶっていいですか。鬼塚真希より私の方がぶっちゃけ歌うまいんですけど、手を挙げて、はい、下ろして目を挙げて、はあ、なるほどね。これは分かんないもんです。お前ら黒いな。おやつが何にあげたと思う？でも歌う人少ないから、でも半分ぐらいあげてるのかなあって思う。歌ってほしいです。曲出したことある人います？あ、そうか、あ、そうね、ジムラもそうだし、あ、4人か、4人、4人ぐらい、うん、ね、さあこの4人はね、やっぱ半分ですね。半分ね、半分やね、やっぱね、もう俺はもう応援見て、もう楽しみにしてみてくださいよ、はい、はい、ね、みひろが目つぶってたら、みひろは多分手を挙げてると思いますけど、挙げる、挙げてる、挙げてるんだ、言っちゃうところだ。はい、続いていきましょう。目をつぶってください。いきます。クリミユキナより、私はぶっちゃけモテます。手を挙げて、手を下ろして、目を開けて、なんでなんだね。いや、いいわ。いや、いいね。すごくいい。いや、これはいいですよね。女の本音が見えた。見えたね。ゆきね、どう、何あげたと思う？あ、でも一人か二人な気がします。お前、あとの他には勝ってると思うんだ。違う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 、すげえな。もう一人か二人って1位ないのこと言うてるもんね。違う違う違う、そうじゃなくて、なんかみんな優しいから、うんうんって言って確認したんですよ。でもちょっと一人だけ、うちみたいな子がいたから、あ、なるほどねみたいな。ごめんね、ゆきねちゃん、私手あげちゃった。ごめんね。え、ここだけじゃないですか？ゆきね、今の質問入っちゃった、ごめん。今の質問でね、今の質問でみんな手あげちゃった。今のお前の答えで。さあ、これをね、応援楽しみにしてくださいよ。でも、はいはい、でもね、これはでもどうですか、その、うん、高橋さん、それやっぱこう、はい、この人には負けたくないって気持ちもね、うん、やっぱ大事だと思うんですけど、大事ですけども、うん、なんかもうお題を振られた時に、クスクス笑ってましたよね。笑ってましたね。そんな人いるのみたいな話にね。私にそんな人いるのみたいな。私に向けていいって言って。
やっちゃうみたいな。私より犬の皿みたいな感じがすごいなって思いました、ね、はい、それがすごいですよ。すごいだな、モテるっていう。シャラまだまだありますよ、まだありますよ、はい、ね、続いてください。いきますよ、はい、伊藤真理より東大生ですからね。伊藤真理より私はぶっちゃけ頭がいい。手を挙げて。はい、下ろして。はい、目を挙げて。はあ、これ伊藤ちゃんどうですか。何言ってあげたと思います。いや、そんなあげないと。まあね、東大ですから。私より。ね、別に私はすごい自分が頭いいとかじゃなくて、なんかこう普通に東大とかじゃない人と会うと、なんか東大の人と初めて会ったとかめっちゃ普通にびっくりされるレベルだから、うん、あげなくないですか。待って待って何謙虚ぶってよ。いや本当にそう思います。謙虚だ。あんたあの時手挙げた。あ、これあんま言わない方がいいね。でもきっとあげた子はあれじゃない、頭がいいっていうかね、勉強ができるだけが頭がいいってわけでもないから、そうですね、勉強が進むとか、そっちの意味でのなんか回転、賢いのと頭が勉強できるのは違うから。伊藤は勉強できるもんね。でもできるよね、まあ、過去できました、今はできない。いやいや、できますよ、その返しができるってことはもう頭いいってことですよ。はい、ふんご最終学歴ってどんぐらいだったっけ。どうやったっけ。大学院。大学院か、はい、現役。現役、あ、先日卒業しました。あ、そうか、そうか、おめでとうね。ちょっと気になっただけ。さあ、続いて行きましょう。高橋さん、目つぶってください。はい、高橋由衣より私の方が SDN に向いてる。手を挙げて。はい、下ろしてください。はい、目を挙げて。わあ、高橋さん何人だと思います、この腹黒いやつの中に。とりあえず3人は挙げてると思うんですよ。そうか、先ほどね、腹黒いって言ってた女性の中、お三方はあげてると。お三方はあげてると思う。お三方はもう、はい、はい、お三方、でも、あの東大生はあげてないと思います。おお、はい、なるほど。いや、でもここら辺怪しいんですよ、前列怪しい、怪しい、トマスさん、いやー、怖い、はい。いやいやいや、何怖い、何怖い、その女の子の、女の子に対する上目遣いって怖くないですか。やっぱりそういうのがもう耐えれなくてやめたんですか。いや、そうですね。正直者、正直者だな。どうですか、ゆきな、どうですか、そうやって言ってますけど。いや、あげてないですよ、もちろん。いや、それは分かんないですよね、みんな。目つぶって見たら分かりますよね。見たら分かりますから。本当にあげてないです。後ろから、後ろから風感じませんでした。え、でもここは今入ってるから、まだ安定じゃないですか。そうね、そう、ここ、こっちじゃないですか、やっぱメインは。まあね、ここは違うと思う。勘鋭いですね。勘はね、鋭いですね。鋭い。でもピッ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 。今ので分かったと思いますけど、一番高橋由衣が腹黒いですよね。まあ本当に。今答えを見つけようとしましたね。はいはい。はい。おやめます。いや、これはね、ああ、ちょっと、ここでちょっとお時間となってしまいました。本日は以上となりますが、はい、リサ先生、これはすごい結果になりましたけども、面白いんですね、本当にこれは、一番本音がね、あの手の上げ方とかでいいんですけど、はい、本音が一番リアルだったガールズって誰ですか。そう、あんまりこれ言っちゃうと、そうだ、あれ、これ言っちゃうと誰が手を挙げたかっていうのバレちゃうけど、まあ、どこで手を挙げたか分かんないからね、まあいいけど、まあ、こそっと
あ、こそっと言ってたし。あ、あ、なるほどね。そうかそうか。はい、わかりました。誰？そうよね、そういうことや。あ、でも表面的で、もっと深く見ていくとこの子真っ黒だなっていうのがいた。あ、そう。じゃ目つぶってください皆さん。目つぶって、目つぶってください。どうしよう、鳥肌立って。目つぶって。そう。そうよ、みんな目つぶって。みひろも目つぶって。私も。そう。これは俺と先生だけの特権だから。怖いよ。え、もうそう、いろいろ表面で真っ黒いと見えた。はい。誰？あ、やっぱり。どう？なんかめっちゃやられたこれ。え、多いそんなにいるんですか。はい、目を開けてください。今ここトン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 。ミラ先生、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 おい、おい、おい、楽しい人だよ。さあ、ということで高橋優さん、いかがでしたか番組。なんか怖いですね、やっぱ女って。怖いですね。怖い。たちはそういう子たちを見抜けないんですよね。うん、男の人は。実は男は分かんないよ。気をつけてほしいです。うん、さあ、それでは高橋優さんからお知らせがあります。はい、フライデーナイトフィーバー。今回5回目ですね。はい、トークライブやります。うん、2018年6月8日金曜日ですね。はい。はい、チケット発売中です。どなたが出られてるんですか。今回ですね、その毎回ゲストお二人呼んでるんですけれども、はい、今回は、iPhone 芸人さんで結構有名のかじがやさん、はい、と元 SDN メンバーの福田あかねちゃんが来てくれます。もう6回やってるんですか。あ、5回目です。5回か。はい、まだ呼ばれてないんですけど僕ゲスト。確かに。え、出てもらっていいですか。 いいです、もちろん。え、本当にいいじゃん、お願いします。ね、トークライバルって大好きなんで、もう悪口言えばいいんでしょ、誰かの。そうです。つけていただいて。はい、面白い、はい、そうなってますので、ぜひ来てください。ぜひこちらの方もよろしくお願いします。はい、お願いします。今週のゲストは高橋優さんでした。ありがとうございました。第1位は桃沢恵梨香ちゃんです。おめでとうございます。ありがとうございます。見事、うん、先生から一番腹黒い女だと言われておりました。うん、近くで見れば見るほど黒いよ。全然黒くないと思ってたんですけど。前バカ感謝状、桃沢エリカ殿、あなたは今週の前バカであの子より〇〇選手権にて番組に大きく貢献しました。よってここに感謝状を贈呈し表彰いたします。平成30年5月吉日、真夜中のバカ祭、原口あきまさん、はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。今思いつきましたけど、この感謝状が100枚貯まるとハワイ旅行でございます。欲しい。100枚貯まるまで番組が続くかどうか。来週のマヨバカはあの子より〇〇選手権後半戦。来週もガールズたちの本音を暴いていきます。まさかあの子があんなことを思っていたなんて。来週も見てね。